こんにちは、筋肉料理人です。今日は福岡県久留米市の山本町にキャンプに来ています。で、今日作るのは、ラーメンもつ鍋です。インスタントラーメンをベースにしたもつ鍋を作ります。もつ鍋を作るんですけど、もつ鍋の味付けのベースにこれを使います。マルタイ棒ラーメン、ラーメンのスープをもつ鍋の、出汁に使います。ラーメンスープは、ラーメンのメーカーさんが一生懸命作ってあるのでとっても美味しいです。なのでラーメンのスープで作ったら間違いなく美味しい。そして野菜はカット野菜、カット野菜なら、キャンプに来る途中にコンビニによって買います。もつ鍋ですから当然もつなんですけど、もつは、ここはですねちょっと頑張って国産の牛もつがいいです。そして国産の牛もつのもつ鍋を買いましょう。旨味を入れるのにごぼうです。スーパーにですねこんな感じで、笹かきごぼうが水に浸かった状態で売ってあります。もうこれを買ってくれば大丈夫。そして増量剤はもやしです。まあこんな感じで、ラーメンのスープでもつ鍋を作っていきます。そして、今日はですね岩谷のジュニアバーナー、お値段安くて使いやすいです。でコンパクトで、バイクでキャンプに行くときも持ってきやすい。でガスは普通にカセットコンロのガスが使えます。使えるのでめちゃめちゃ便利です。最初に笹かきごぼうを入れます。クッカーはコールマンのクッカーで 1.5 リッター容量です。でこれで、2人前、まあ、普通なら2人前なんですけどキャンプだと、多分たくさん食べるので1人分だろうと思います。男子ならば。でごぼうを入れてカット野菜入れます。カット野菜もうドカドカっとこう入るだけ入れます。ちょっと押し込んだりしていいです。そしてこの上に、もつを入れます。国産の牛もつがおすすめです。これを生のままいきます。生のままいくのが九州流です。なので、もつ鍋用のもつじゃないとちょっと厳しいです。でこれをこう乗せて広げます。広げたらもやしです。まあちょっとかさ増しみたいな感じでもやしを乗せます。でもやしを乗せたらニラをいきます。でニラはもう切るのがめんどくさいので手でちぎって大丈夫です。手でちぎってプチッとちぎって上にどんどん乗せていきます。ニンニクです。ニンニクを散らします。そして水を入れます。水は、鍋の半分ちょっとぐらい、これで適当に入れましょう。で後で味を調整するんでそれで大丈夫です。で入れたら火にかけます。そして煮立ってくるのを待ちます。あ、一つ忘れてました。鷹の爪です。鷹の爪を、散らします。鷹の爪をハサミで小口切りにして散らします。でこうやって煮立ってくるのを待ちます。で煮立ってきたらスープを入れます。でいい感じに煮立ってきたのでスープを入れます。まあ、とりあえずまずは、1人分入れます。あ、でもこの量だったら全部入れて大丈夫そう。入れます。でスープを入れたら、野菜が全部汁に浸かるまでもうちょっと煮込みます。こんな感じで、山盛りにした野菜が、熱が通ってスープの中に沈んでいく。で、スープの中に沈んでから、
食べるのがこちら流です。ちょっと味見をしてみて、あ、結構味はきてます。結構きてます。あ、これは結構いいんじゃないやろうか。でも味がもしも足らなかったらこれを入れます。中華の、ペースト状の調味料、シャンタンとかいろいろありますけど、これ香味ペーストですけど、これを少し入れるともうこれまためちゃ美味しいです。なので最初に入れる水の量は適当で大丈夫。もしもこの時点で、濃かったらお湯を少し足す、お湯というかまあ水を少し足せばいいし、味が薄かったらこういう中華調味料を足すとめちゃめちゃ美味しいもつ鍋になります。いい感じに野菜が柔らかくなりました。これ食べてみます。もつ、では出来上がったので食べてみます。その前にちょっと一杯。冬のキャンプにもつ鍋うまいですね。めちゃうま。もつのうまみが野菜にバッチリ染み込んでます。そしてあのスープがうまい。やっぱラーメンのスープは最強です。今日のこの作り方ならまあキャンプ料理だけじゃなくて家で簡単に作れます。そして、締めはラーメンを入れればもうバッチリ。締めのラーメンを入れます。締めのラーメンいきます。終盤に入りました。もうできたですか、締め。うん、めっちゃうまいね。ラーメンもつ鍋美味しいのでぜひ、キャンプでもいいし家でも作ってみてください。美味しいですよ。